さあ、決戦が近いね。やっぱり本当なの？おばさまのこと。のどかさん一人で桐崎先生を殺害するのは無理だ。条件に当てはまるのはキミコさんしかいない。そんなひどいよ。どうしておばさまが？予想通りの湿っぽさね。なるほど、龍一。ここまで来んのか。あ、カルマカルマケンジのカルマがひらがなだと急に可愛くなんだよな。どういうことですか？なるほどくんに復讐なんて。あなたのお父さんのことはなるほどくんのせいじゃ。そんなことより、あなたは自分の心配をすることね、お嬢さん。あれ？同い年なのに。そうか、迷いちゃんも今18歳か。もともと16か。満足か？僕を苦しめることができて。まだよ。私の目的はあなたを倒して、それを全世界に知らしめること。そんなことをしたって君のお父さんは帰ってこないよ。まあいいわ。とりあえずこの勝負にケリをつけましょう。その時全てが明らかになるわ。あー、なんかメイちゃんの立ち絵こんな感じだっけ。やっぱリマスターはちょっと違うな、印象が。あとタッパがあるな、メイちゃん。大きいね。では審理を再開しましょう。なるほどくん、はい。花かのどかの動機を立証してくれるのでしたな。お任せください。花かのどかと桐崎医師を結んでいるポイントは一つ。1年前の交通事故、そこに何かがあるはずだ。そうね、そこに何かがないと。証人、1年前の交通事故について証言してください。あれ？私の動機を聞かせてくれるんですよね。そんなの一言でスパッと言えないんですか？証人、お願いします。はいはい、無駄だと思いますけど。どんどん憎たらしくなってくるよな、この喋り方。これに魅了される男って世の中にいるんだろうか。あれは1年前の5月のことでした。お姉さんの病院は当時大変なことになっていて。あ、医療ミスな。その夜も運転中のお姉さん疲れ切っていました。うんうん。私もつい助手席で眠っちゃって、で事故が起きたと。すごい衝撃で目を覚めたら周りはもう火の海で、ドアを開けて逃げるのがやっとでした。うんうん。ふむ、その話なら聞いたことがあります。1年前のワイドショーで毎日騒がれていましたからね。確か桐崎医師がお姉さんに睡眠薬を持ったという。クヒただの噂よ、根拠などない。弁護人、尋問お願いします。ダメージ食らってる。桐崎先生が睡眠薬を持ったかどうか、今さらそんなことを立証するのは無理よ。ええ、別の方向から攻めてみます。なるほど。まあちょっと気になるところ突っ込んでみようか。話を聞いてみましょう。あれは1年前の5月、大変なことになっていて疲れ切っていたと。眠っちゃった。ちょっと聞いてみようか、ここら辺から。確か事故は深夜起こったんでしたっけ。そうですね、夜中の1時ぐらいです。私論文の締め切りが近かったからしばらく寝ないで頑張ってたんです。2人は眠り込んでしまい、そして事故が起こった。うんうん。すごい衝撃で目が覚めたら周りは火の上、怖いよな。その時お姉さんは見えなかったんです。車の中はもう真っ黒な煙でいっぱいで、もう私何が何だか分からなくなっちゃって、ドアを開けて逃げるのがやっと。なるほど。その時のことを詳しく話してください。私ずっと忘れようとしていましたから、もうその時のことははっきりしないんです。ふむ、無理もありませんね。確か事故の後インタビューされたんです。それが一番確かだと思うんですけど。その記事なら僕も持っていたな。この証言の中に何か秘密が眠ってるはず。その通りよ、決定的な矛盾を探し出すの。他のとこついてみるか。確かお姉さんの病院で医療ミスがあったのも。そうですね、それも5月でしたよ。5月の2日に患者さんが亡くなる事故があって、私たちが事故に遭ったのは24日でした。立て続けに事故、偶然なのでしょうか。疲れてましたからね、お姉さん。ふんふん。お姉さんの病院は当時大変なこと、この話も聞いてみよう。14人の患者が亡くなった医療ミスでしたね。
そうです。そのミスの原因は何だったんですか？お薬を間違えたって聞いてますけど、それはお姉さん、花香美美さんが間違えた。違いますよ。霧崎がお姉さんのせいに。その事故は今回の事件には関係ないはず。それに警察の捜査によって花香美美のミスは立証された。つまり事実はどうであれ、記録の上では花香美美のミスだったということか。お姉さんじゃないのに。運転中のお姉さん疲れ切っていました。疲れ切っていた。連日警察の取り調べや取材がありましたからね。ほんとひどい状況だったんですよ。じゃあ交通事故を起こしても不思議ではなかったわけですね。揺さぶってみよう。どうして代わってあげなかったんですか？え、何をですか？運転ですよ、運転。お姉さんが疲れていたのならあなたがすればよかったのに。なかなか厳しいこと言うな、これ結構。それもそうですね。あ、でも私免許持ってま…証人は免許を持っていなかった。初耳ね、私も。そうですね、証人、今の証言を付け加えてください。はい、わかりました。とにかく運転中のお線疲れていました。どうだ？はい、尻尾尻尾尻尾が出てるよ。ペロ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 、くれ。おかしいよな。のどかさん、今の嘘はお粗末でしたね。どういうことですか？あなたは免許を持っていたはずです。これはその免許証のために撮った写真ですね。あ、証人、どういうことですか？そうです、確かに私免許を持ってますけど。でも交付されたのはあの事故の後なんですよ。そんなはずはありません。あなたは事故があった時すでに免許を持っていた。堀田委員長らしき人がそう言ってました。あのスケベな偽委員長のこと？そのスケベな偽委員長です。しかしスケベだか。そんなことはどうでもよろしい。証人、あなたの免許証が発行されたのはいつなの？去年の11月です。え、11月？交通事故があったのは5月、その半年後ということね。どういうことだ？そういうことです。なるほど。くん、事故があった時証人はまだ免許を持っていなかった。ダメか。痛っ。泣きっ面に無知。名言。なんで誰ももう疑問に持たなくなってきたな、無知を。とにかく免許がないのでは運転を買われるわけがありません。分かってもらえればいいんですけど。でも多分私が免許を持っていたとしても運転させてもらえなかったと思いますけどね。ふーん。あちゃ、ふーんじゃないでしょ。なるほどくん、千尋さんまで無知を。証人、なぜ運転させてもらえなかったと思うのですか？それはついでですから証人、そのことを証言してください。めんどくさい。余計なこと言っちゃいましたね。なるほど。運転を変わらなかった理由、話を聞いてみよう。あの頃私もうちょっとで免許をもらえるところでした。お姉さん車をものすごく大事にしたんです。届いたばかりの新車でした。真っ赤なスポーツカー。新人ドライバーには運転させてあげないよって。だからあの夜も私助手席に乗ってました。なるほど。ふむ、なるほど。真っ赤なスポーツカーですか。では尋問お願いします。車は苦手なんだよな。俺もあんまり車詳しくはないけど、ベンツが高えってこと知ってるぜ。あとベンツのゲレンデってやつにオリエンタルラジオの藤森が乗ってる。もうちょっとでもらえるところ大事にしてた。真っ赤なスポーツカー、新車ですか？ええ、届いたばっかりだったんですよ、アメリカから。は、アメリカ。アメリカは知ってるだろ。しかも特別限定モデルだったんですよ。届くまで1年ぐらい待ってたんですからね。なんか人気の車だとそんぐらい待つらしいね。車好きにはたまらない話題なんだろうな。揺さぶってみましょうか。よくわからないけど、どうもこれは胸にキュンとくるものがある。聞いてみよう。裁判長、何ですか？今の証人の発言を証言に加えてください。特別仕様の外車の下りですか？はい、
やれやれ、車好きはこれだから。そういう問題じゃありません。と言ってもどういう問題か僕もよくわからないけど。証人、証言を変えていただけますか。いいんですけど。これで外車になったということによって特別仕様の新車だった。ちょっと話聞いてみようか。威勢よく待ったと言っては見たけど、車のことなんて聞くことがないぞ。無理やり聞いてみよう。そうですね、何か話題と。そもそもどうしてアメリカの車がいいんですか。はあ。お金はかかりそうだし、運転席は日本車と逆だし、いいところまるでなさそうですけどね。なんですって。今時左ハンドルで自慢ってのもどうなんでしょう。あんたなんかには分かんないのよ。あの繊細なフォルム、ワイルドスタート、それでスムーズなコツ、いやしそのなめさ、スズラからクーラーの風。ごめんなさい、この商人ほんといきなり性格が変わるよな。面白いわね、なるほどくん。だんだん見えてきたわ、この事件の本当の矛盾が見えてきたね。運転させてあげないよ。助手席に乗っていた。この話もう一回聞いてみようか。そこで事故に遭ったわけですね。そうです、とっさに助手席のドアを開けて夢中で飛び出しました。ふむ、大変でしたね。アメリカ車になったことによって大きく意味を変えた、その証拠品があるね。ここが最大のポイントね。こういう自然な証言は崩すのが難しいわ。じっくり攻めましょう。必ずどこかに穴がある。そうでしょうか。信じなさい、そこに道があるわ。千尋さんが神になっていく。どれ、証言の助手席に乗っていたに対して事故の記事。日本車って右ハンドルなんだけど、左のドアを開けて車から転がり出た。おかしいよね、この証言。意義あり。のどかさん、この記事覚えていますか。交通事故の記事、あなたの証言が載っています。左のドアを開けて車から転がり出た。間違いありませんね。なんで急にそんなものを。裁判長、車の助手席は左右どちら側にありますか。それはもちろん左側でしょう。運転席が右側ですからね。それは日本車の場合です。アメリカの車は逆です。逆。2人の乗っていた車はアメリカ製だった。この場合助手席は右側になります。散々ワイドショーで取り扱われたのに誰一人としてこの事実に気づかなかったんだな。どういうことですか。のどかさん、あなたは左のドアから逃げたという。それならばあなたが座っていたのは運転席だったことになる。キャー、そういうことになるよな。静粛に。が何を言い出すの。運転したいのは姉の方、鼻か耳なのよ。その通り、話に筋が通らない。つまり僕たちはどこかで勘違いをしているんですよ。なるほどくん、やっと見えたわね、この事件の真相が。全ての要素をつなげて考えれば答えは一つしかない。問題は姉と妹、どちらが運転席にいたのか。もちろん運転していたのは姉の耳だね。運転免許を持っていたのは姉の鼻か耳です。ならば当然運転していたのは彼女でなければならない。しかしあなたは証明したばかりです、この証人がのどかさんが運転席にいたことを。それが次の問題です。次の問題ですって。漫画みたい。その証人台に立っている人物は一体誰なのか。何を言い出すの。なるほど龍一、この証人の名前は。僕が教えてあげましょう。この証人の名前は、そういうことになるよな。花か耳、それがあなたの本当の名前です。バカ言わないで。じゃあこの写真は一体何なの。この証人は入院した時顔に大やけごどうしていました。そのため復元の整形手術を受けています。整形手術、言いにく。
その時彼女はこの写真を渡したんです。そう、妹の写真をね。キャー。しかし花かみみは死んだはず、交通事故で。みんなそう思っていました。しかしそうではなかった。じゃあ事故現場で見つかった死体は花かのどかさんだったのです。本物のね。いかがですか、花かみみさん。そういうことか。なるほどね。1年前の交通事故、死んだのは花かのどかの方だった。姉のミミは妹の顔に整形して生まれ変わった。そして花かミミの存在を自ら消そうとしたんだ。そういうことになるね。裁判長、これでなぜ桐崎先生が殺害されたかお分かりでしょう。どういうことですか。はわ、どういうこと。なるほど龍一。桐崎医師は死者を呼び出そうとしていました。事故で死んだ看護師花かミミの霊を。しかしそんなことできるわけがない。なぜならば花かミミは生きているからです。ここにいるってことだな。霊媒をされてはそれがバレてしまいます。この証人はそれだけは防がなければならなかった。なんとしても。だから殺害したというの、桐崎哲郎を。そうです、霊媒が始まる前にね。桐崎先生は不幸にも霊媒の相談をこの証人に持ちかけてしまった。その瞬間、桐崎先生の運命は決まったのです。いかがですか、のどか、いやカルマ、はい。なぜそこで私の名前が出てくるの。やられたわね。証人変わった、目つきも変わったね。そうよ、私の名前は花かみみ。あのヤブ医者、結局最後までコケにしてくれたわ。もうちょっとでみみを捨てることができたのに。本当にもうちょっとだった。しかしなぜです。どうしてそこまでして花かみみを妹さんになりすますなんて。まあそれはわかるよな、考えれば。僕にはなんとなくわかるような気がする。花かみみが自分を消そうとした理由は、まあこれだろうな。それは医療ミス。桐崎先生は正しかったんですよ。正しかったのか。あのミスはある看護師によって引き起こされました。花かみみという名の看護師によって。そう、今証言台に立っている人物です。14人も死んじゃったわけだからな。そのミスからたった数週間後、花かみみは今度は交通事故を起こしてしまった。そして妹が死にました。最悪のタイミング。事故とはいえ14人の患者と妹の命を奪ってしまった。背負って生きていくには重すぎたのです。逃れる方法があったわ、たった一つだけ。事故は全てを焼き尽くした。妹の亡骸も自らの顔も。それこそが最後のチャンスだったのです。過去を捨てて妹として新しい人生を始めるチャンス。なあ、そういうことだろうな。いや、本当に医療ミスしちゃったんだね。だから想像を絶する事件ですな。あいつが霊媒なんてくだらないこと思いつきさえしなければ。くだらないこと。私がのどかになって一番嫌だったこと。霊媒、オカルト、そんなの私大嫌い。なり変わってたわけだからな。でも専門のな学校に行ってるわけだから、やるしかないんだもんな。いくつかの謎は残されたままです。なぜこんな複雑な殺人計画が実行されたのか。綾里君子はなぜ花かみみに協力したのか。しかし一つだけはっきりしたことがあります。被告人綾里迷いの無実。こんなバカな。私は
私は完璧だったはず。この私がカルマ・メイが。今夜のニュースが楽しみだね、カルマケンジ。おい、ちょっとナルホド君すっきりしてるんだろうな。全世界に流れるんだろ、君の敗北する姿が。あちゃ、いや、あちゃ、痛い。そしてとどめよ。総流打ち、ドラゴンクエスト8のリメイク前最強の技。ナルホド君しっかりして、ナルホド君。こんな裁判認められないわ。それでは弁護人が目を覚ますまでもう少し時間がかかりそうなので。めった打ちにされたな。先に綾里迷いに対する判決を言い渡します。無実。よかった、迷いちゃん救えた。ナルホド君は一体どこに。ナルホド君は。では本日はこれにて閉廷。当日午後3時13分おめでとう、迷い。お姉ちゃん。そうかそうだよな、今まで迷いちゃん久しぶりね、迷い元気だった。そうか、ずっと会えなかったもんな。霊媒はしてたけど分かんないもんな。お姉ちゃん最悪の死に目の相方だったからな、コナカとかいうクズのせいで。私誰も殺してないんだよね。そうよ、あなたは夢を見ていただけ。悪い夢をね。あのね、お姉ちゃん、夢の中でね、懐かしい匂いがしたんだよ。私衣装箱の中に入れられたんでしょ。あの衣装箱、お姉ちゃんの昔の消息がしまってあったんだよ。言えなかった、結局。そうだったの、装束だ。一つわからないことがあるんですよ。何？桐崎先生が撃たなかったらどうなっていたんでしょう。銃声を聞いたから僕たちは現場に踏み込んだんですから。多分計画では花か耳自身が鍵を開けるはずだったのよ。そしてあなたと夏美さんに目撃させたはずよ。例の乗り移った迷いが殺人を犯したシーンをね。細かいところまで計算されていたんですね。なるほどくん、おめでとう、まゆちゃん。ありがとう。また助けてもらっちゃったね。まあね、でも本当にもうこんなの二度とやだな。私はいいよ、なるほどくんが助けてくれるから。でも事件が起こると大切な人がいなくなるの。お姉ちゃんも、そしておばさまも。ねえ、なるほどくん、教えて、どうしておばさまはこんなひどいことをしたの。あんな計画にミミさんに手を貸すなんて。私本当に怖かったんだよ。それはなるほどくん、教えてくれるよね。キミコさんが花かミミに手を貸した理由、それは。まあこれはなかなか心苦しいが、こういうことなんだろうな。ハミちゃん、今から4年後クラインの里には新しい家元が生まれる。君だよ、迷いちゃん。それがでも、もし君がいなくなったら本家の血は絶えてしまう。その時は分家のおばさまが。違う、キミコさんの霊力はそんなに強くない。継ぐのはハミちゃんだ。ああ、全てはそのために。ハミちゃんを家元にするためだったんだよ。そうだったんだね。今、迷いちゃん、なんか言わなかったか？やっぱり、そう聞こえたよな。ちょっと今、もしかすると、やっぱりをごめん、クリックで飛ばしちゃったかもしれん。すまん。暴月、暴日、暴時刻、留置所13号独房。私の、晴海。あなたこそが、クラインの家元にふさわしい霊媒師でござす。私はそのために全てを犠牲にした。あのバカな看護師のために殺人の計画を立ててやったのも、チャラチャラした検事に協力してやったのも、
すべてはあの忌々しい本家の娘、あやさと迷いを葬るためだったのに。待つのです、はるみ。チャンスはきっと、また訪れます。いやー、なんか、なんともな終わりだよな、この。いやー、絶妙な終わりだよな。次回、新しいエピソード、逆転サーカスでお会いしましょう。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。